はい、皆さんこんばんは。デザインアトリエかけらのカズです。本日もですね、YouTube 配信皆さん、ご視聴いただき本当にありがとうございます。今日はですね、皆さんもねサムネイル見ていただいていると思いますが、もうね3月ですね。3月ということで、まあ、年度末、そしてもうね月末というところで、デザインアトリエかけらの在庫大放出しちゃいましょうというね配信を今日やっていきます。で、今日ねサムネイルでも書かせてもらってるんですけれども、150種類の宝石ご用意をしてきましたので、多分ですね皆さんお気に入りのね宝石見つかるんじゃないかなと思います。まあ、単品の宝石だったりとか、そうですね、あとイベントを用意させていただいてたりとか、あとはですね一点物、今回メインでねたくさんご用意させていただいているので、ぜひねお好きな宝石、掘り出し物宝石などね、いろんな宝石皆さん見ながらですね楽しんでいただけたらと思います。はい、でですね、今日も、いろんな宝石ご紹介させていただきますが、すべての宝石ですね、ご購入可能な宝石となっておりまして、この動画の概要欄の方にですね、ご購入方法の記載を、させていただいておりますので、ご購入ご希望の方はですね、この動画の概要欄、しっかりとね見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、そして、今日もですね宝石プレゼント企画やりますということで、やります。はい、今日はですね抽選で200名様に、宝石プレゼントをさせていただきたいと思いますが、この、配信内で、私がですね、プレゼント応募に必要なキーワードを、皆さんにお伝えをしますので、そのキーワード、皆さんメモしていただいて、この動画の、ね、概要欄の方にプレゼント応募フォームご用意をさせていただいてますので、応募フォームの備考欄に私がお伝えをしたキーワード必ずご入力いただいて応募完了という形になります。はい、抽選で、200名様にですね宝石をプレゼントさせていただきたいと思います。はい、ということでですね、今日は、150種類すごく多いです。はい、たくさんのね宝石、ご紹介をさせていただきますので、いつもより少しだけちょっとね配信長くなるかもしれませんが、ただ長く見ていただく分ですね、その中にかなりチャンスな宝石たち紛れてますので、ぜひ皆さん掘り出し物ね、探していってください。そしたらもう早速ですが、宝石ご紹介していきましょうか。はい、1番から50番まであるので、皆さんぜひですね、番号をね覚えておいてください。まずは1番からいきましょう。1番はね、まずこれ結構ね珍しいと思うんですよ。1番はローズクォーツなんですけど、こんな形でコンケーブカットのローズクォーツになります。珍しくないですか？なかなか見ないですよね、コンケーブカットのローズクォーツ。はい、約縦が10ミリ、横10ミリサイズ、10×10 というね、ビッグサイズのコンケーブカットのローズクォーツ。柔らかいからと、まあ、柔らかい輝きもありつつ、でもですね、コンケーブカットなので、しっかりとね、輝きもありつつっていう感じで、はい、まず1番目は、コンケーブカットのね、ローズクォーツ、ご紹介をさせていただいております。はい、1番目、ローズクォーツ、1200円で6名様限定でご紹介をしたいと思います。まあ、こんな形でね、あと149種類のね、宝石、ご紹介をさせていただきますので、ぜひ皆さん、最後まで楽しんでいってください。続いて、2番目の宝石ご紹介しましょう。続いてもですね、ローズクォーツになるんですが、これね、カットがなんかめちゃめちゃ面白いカット。特殊カットのね、宝石になりますが、はい、2番目、特殊カットのローズクォーツ。面白い形ですね。はい、約縦18ミリ、かなり大きいです。で、横がね、13ミリサイズある、超ビッグサイズの、特殊カットローズクォーツ。こちらって言っちゃいましたね。こちら、2500円で、3名様限定。今回ね、なかなか、カットが面白い宝石とか、希少性が高い宝石とか、本当にね、少ない数だからこそご紹介できる宝石なんかもね、ご用意させていただいているので、まあ、ぜひ皆さん掘り出し物をね、探していってください。続いてが3番ですね。3番は、こちらタンザニア産のサンストーン、キラキラですね。約縦13ミリ、横9ミリサイズ、4.90キャラットのタンザニア産のサンストーン。少し見ていただくと、ちょっとね、インクルージョンが、宝石表面に出てるんですが、こんな感じ。ただ、その分、かなり金額帯、お買い求めやすい金額にさせていただいています。3番、サンストーン、
2680円で1ピース限定、まあ、インクルージョンあるんですけど、この品質です。めちゃめちゃ綺麗なのでおすすめします。はい、3番タンザニアさんのサンストーンですね、ご紹介させていただいて、続いて4番はこちらですね、比較漏れのエメラルドっていう感じで、ちょっとだけインクルージョン多めだったので、その分、かなり、お得な価格帯で大放出しちゃいます。今回ね、年度末そして、月末のね大放出配信と、大放出ですね、大放出配信と言っておりますので、全体的に、ね、金額皆さんご注目ください。金額すごいことになってます。はい、4番規格漏れのエメラルド、インクルージョンがちょっと多めなので、その分ね金額も、特別にさせていただいております。はい、約一番小さい方が縦が 6.1 ミリ、横が 4.1 ミリサイズになります。サイズねバッチリあるので、ぜひですねエメラルド狙ってた方、ちょっと訳ありだけどっていうところで、まあでもね綺麗です、しっかり綺麗なので、特別なね価格帯にしておりますが、ぜひ皆さんゲットしてみてください。ちょっとわかりますか、この辺ちょっとインクルージョンあったりって感じです。はい、4番エメラルド、なんとこのサイズ感で1500円でこちら2ピースだけ、ご用意させていただきました。続いて5番はですね、こちらもちょっと訳ありのイベントなんですけど、これはね5名様だけの、特別イベントになります。綺麗なんだけどねこの子たちも、ちょっとまだ見えてないので皆さんでわからないと思うんですけど、はい、5番はちょっとわかるかな、これちょっとだけねいびつなのがわかりますかね。はい、いびつゾイサイトになります。はい、いびつゾイサイト、カボションですね。すごくクリーンなんですよね、クリーンなんだけど気持ちねいびつなんです。はい、最初縦 3.5 ミリサイズのカボションカットのゾイサイト、なんと500円で5名様限定で、小さい掛けがある子もいます。はい、なので今回ね500円って感じでありえない金額でやらせていただいてます。はい、ということで5番目はちょっとね訳ありな、宝石なんですけど、その分超、お買い求めやすい金額でご紹介させていただいております。これからもですねちょっとね訳ありの宝石、大放出してきますので、ぜひ皆さんお見逃しないようにお願いいたします。続いて6番はこれもねちょっと訳あり、賭けがあるよというね、アパタイトになります。6番賭けアパタイト、約縦が 6.6 ミリサイズ、横が 4.6 ミリサイズ 1.12 キャラット、ちょっと賭けがあるんだけどボリューム感しっかりあるアパタイトになります。カッティングもなんかちょっと面白いですね、ちょっとここシュッとなってて裏面はこんな感じ、しっかりファセットがあるよっていうね、アパタイト、なんと1500円で1ピース限定、この子が6番。続いて7番はこれも可愛いですよ。はい、7番、エメラルドクォーツ、エメラルドとクォーツが、まあ、一つの宝石内にね共存し合ってるよっていうね宝石になります。緑がエメラルド、ホワイトカラーがクォーツになります。見た目も可愛いし、なんかいいですね、2つのね宝石が1つの宝石内に共存してるっていうのが、またなんかこうミステリアスというか不思議な感じでいいですね。約縦 12.3mm、 横 10.3mm サイズ 2.09 キャラット7番、エメラルドクォーツ1980円。続いて8番、8番もですね同じくエメラルドクォーツになるんですけど、こんな感じ可愛くないですかね。はい、約縦 14mm、 横が 9.1 ミリサイズ 2.65 キャラットのエメラルドクォーツ、表面と裏面で気持ちね、こう雰囲気違うので、そんなところもね、楽しんでください。2500円で1ピース限定、2.65 キャラットの、エメラルドクォーツ。そして続いて9番。9番は、変形カットの、面白いカットのね、スピネル連れてきました。気持ちいいですね、ここにちょっとインクルード強めに出てますが、その分ね、金額帯特別にさせていただいてます。このカットはね、非常に人気が高いですし、まあ、カラーがね、これいいですね。グレーとちょっとブルーが、混ざり合ったようなね、そんな素敵なカラーになってます。縦 4.9 ミリ、横が 3.9 ミリサイズ、0.32 キャラットの変形カットスピネル、1200円で1ピース限定。さあ、続いてが10番。はい、10番ですね。あと、141個。皆さんね、宝石ご紹介させていただくので、最後まで楽しんでいってください。カラーの発色めちゃめちゃいいです。はい、スイスブルートパーズ。約8ミリサイズ 2.20 キャラット。2500円で1ピース限定。この子がスイスブルートパーズ10番になります。はい、そしたらね、ここからまだまだどんどん宝石ね、登場しますので、皆さん最後まで、ゆっくりと楽しんでいってください。もう少しちょっとペース上げましょうかね。どうしてもね、綺麗な宝石たちなのでたくさんねコメントしたくなっちゃうんですが、ちょっとだけスピード上げさせていただきましょうかね。はい、続いてが
11番いきましょう。11番はよいしょ、こちら、これはね2名様限定の、宝石になります。よいしょ、つるんと可愛いですね。バフトップカットのしとりになります。つるんとしてます。表面に、ね、ファセットがなくてつるんとしてて、表面あごめんなさい、裏面がこんな感じで、ファセットがあるよっていうね、バフトップカットのシトリンになります。はい、最初 9.9mm サイズ ×7.9mm サイズ11番バフトップカットのシトリン、1000円で2ピースだけ限定でご紹介させてください。はい、続いて12番はねこちら同じくシトリンなんですけど、今度はカットが全然違う特殊カットのシトリン、めっちゃめちゃ面白いですね。はい、裏面こんな感じでキューレットがあって、表面こんな感じでローズカットみたいになってますね。はい、約縦横 9.9mm サイズ 4.82 キャラットの、特殊カットシトリン2500円で1ピース限定、これ人気高いんじゃないかなと思います。続いて13番はこれで1名限定の、これ結構人気高いんじゃないかな、特殊カットアメジスト3石セットっていうのを作ってみました。友情こんな感じで、ちょっと映ってないかな、はい、ちょっとこんな感じで面白いカットの三角形の子とか、ハートカットのちょっとね、ハートもわかるかな、ちょっと待ってください、ハートもただのハートじゃなくてこういうちょっと面白いカットの、ハートのカットとか、あとはこの子もね、ちょっとこうこんな感じで面白い輝きを楽しめるアメジストって感じで、3石のね、アメジストを、1セットにして、これ1名様限定でご紹介しましょう。計 4.07 キャラットです。はい。サイズなんですけど、縦がね、6.8mm から 8.0mm サイズっていう形で今回ね、ご紹介させていただきます。はい。1名限定、特殊カット3石セット、2500円で1名様限定。これも人気高いかもしれませんね。はい。続いて14番。14番は、あ、これも人気高いです。はい。もう断言します。人気高いのでご紹介しましょう。お花カットのアメジスト。約縦横 11.2mm サイズ 5.86 キャラット。品質もね、なかなかいいんですよ。はい。お花カットアメジスト2980円で1ピース限定。この子が14番。そして続いて15番。15番は、柔らかい輝きを楽しめるアンデシン。品質なかなかいいですね。15番はアンデシン、約縦 10.1mm 横 7.1mm サイズ 1.58 キャラット1980円で1ピース限定。続いて、16番ですね、ご紹介していきましょう。続いてはこちら、はい、スコロライトですね、ご紹介しましょう。約縦 11.1mm 横が 8.5mm サイズ 2.96 キャラットラベンダーカラーのねクォーツですね。はい、1650円で1ピース限定。この子が16番。続いてが17番、同じく17番もスコロライトになりますが、ちょっとカットが違いますということで、オーバルカット、約縦 11.6mm 横が 9.0mm サイズ 3.27 キャラット1980円で1ピース限定。続いてが、18番ですね。18番はね、これは透明度がすごいこちらのレアストーンアフガナイト、クリーンさがすごくないですか。はい、約縦が 4.6mm 横が 4.0mm サイズ 0.21 キャラットアフガナイトですね。2700円で1ピース限定。この子が18番。そして続いて19番。19番はカッティングがされてるラブラドライト、綺麗ですね。ちょっとね、裏面見てもらうと分かるんですけど、こっちここにね、ちょっと黒いインクルージョンありますが、その分ですね、金額帯かなり特別にしてます。0.53 キャラットのラブラドライトになります。これ実は1000円です。はい、1000円でご紹介できます。1000円で1ピース限定。この子が19番ですね。そして続いてが20番はこの子もね、めちゃ綺麗なモルガナイトですね。はい、約縦が 5.9mm 横が 5.5mm サイズ 0.98 キャラットのモルガナイト。この子もちょっとこうインクルージョンがねあるので、その分かなり金額帯特別にさせてもらってます。4980円で1ピース限定。この子が20番の、モルガナイトですね。ご紹介させていただいております。はい、ここまでで今20番まで来ました。まだ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 ね、宝石ご紹介させていただきますけど、どんどんいきますか。続いてが21番の、宝石からご紹介をしていきましょう。21番はラフカットのねサファイア連れてきました。約縦 8.3mm 横 5.4mm サイズ 0.69 キャラット、
可愛いですね。ピンクサファイアになります。1500円で1ピース限定になります。ちょっと大人っぽいピンクって感じですかね。ピンクパープルみたいな感じかな。1500円で1ピース限定。ここからねちょっとサファイアね続きますが、続いてが22番はパープルカラーのサファイア、約縦が 7.2mm 横が 3.6mm サイズ 0.64 キャラット1500円で1ピース限定。ラフカットはね可愛いんですよね。ちょっとこうねいつも言いますけどポケモンのメタモンみたいでね可愛いです。すいませんメタモンわからない方ねぜひググってください。はい、ということで続いて23番、ラフカットサファイア、約縦 7mm 横が 5.7mm サイズ0.18 キャラットラフカットのサファイア1650円で1ピース限定。続いて24番、これは久々の登場じゃないかな。24番、これ人気高いでしょう。炭化処理オパール、約縦 10.2mm 横が 7.9mm サイズ 1.25 キャラットの炭化処理がされてるねオパールになります。1800円で1ピース限定。有色効果ねバッチリですね。続いて、25番ご紹介しましょう。25番は同じく炭化処理のオパールになります。有色効果がねめっちゃめちゃ綺麗なのでおすすめしますよ。ということで、約縦 10.2mm 横が 7.2mm サイズ 1.44 キャラット1980円で1ピース限定。この頃25番ですね。続いて26番、26番は同じく炭化処理オパール大きいですよ。はい、約縦横 10.5mm サイズの炭化処理オパール 3.15 キャラットあります。3980円で1ピース限定。綺麗ですね。26番、炭化処理オパール。続いてが27番、27番はこれはねなかなか珍しいカラーの、はい、スピネルになります。はい、約縦 5mm 横 4.1mm サイズ 0.47 キャラット。カラーがブルーとちょっとグリーンじゃないな、ブルーとグレーです、ごめんなさい、ブルーとグレーをね混ぜ合わせたような希少カラーになってきます。はい、0.47 キャラット27番スピネル2980円で1ピース限定。そして28番も同じくスピネルなんですけど、この子もねカラーめちゃめちゃ綺麗ですよ。とろけるようなねオレンジとピンクを混ぜ合わせたような超可愛いカラー。はい、28番スピネル、約縦 4.9mm 横が 4.1mm サイズ、0.42 キャラットですね。綺麗じゃないですか。2980円で1ピース限定。そして続いて29番、29番はこちらのサンストーン、これねめっちゃキラキラなんですよ。はい、29番サンストーン、約縦 10.8mm 横が 6.0mm サイズ 2.41 キャラット、すごくないですか。これぞサンストーンという輝きです。はい、2980円で1ピース限定。めっちゃめちゃ綺麗です。はい、29番サンストーン。そして30番もサンストーン、ちょっとね大きさも変わってきますけどこんな感じ。わーすごいですね。はい、約縦 10mm 横 8mm サイズ 3.51 キャラット30番のサンストーン、おーすごい。はい、3980円で1ピース限定ということで、ここまでで、30番ですね、30番までの、宝石ご紹介をさせていただきました。まだまだいきます。はい、続いて31番、ご紹介をしていきたいと思いますが、31番も、サンストーンになります。失礼しました。31番もサンストーンですが、この子もねめっちゃめちゃ綺麗。はい、約縦 12mm 横が 6.9mm サイズ 3.78 キャラット31番サンストーン4280円で1ピース限定。続いて32番はこれね企画漏れの超サービスイベントになります。はい、インクルージョンとかちょっと小さな掛け傷あるけどめちゃめちゃ大きい、はい、ペリードットですね。ペリードットってね大きい結晶になるとねどんと金額上がるんですけど、まあ、今回ちょっと訳ありだからこそ超サービスに出しちゃいます。はい、32番企画漏れの、ビッグペリードット、最初約縦 10mm 横 6.8mm サイズの、サイズめちゃめちゃ大きいペリドット、なんと1200円で6名様限定。これは早い者勝ち、まあ、これはというより今回すべてね早い者勝ちになります。そして続いて33番はこちらロードナイトのカボションカットになります。可愛いカラーですね。インクルージョンありますが、このサイズ感のロードナイトがなんと1980円でご紹介です。 1.51 キャラットあります。縦が 10.2mm 横 5.2mm サイズ
33番はバラ色の宝石ロードナイト1980円で1ピース限定。そして34番、ここからね3席連続でカラー違いのフローライトご紹介してみたいと思います。綺麗なパープルですね。はい、輝き方もね、このちょっと柔らかい輝きをするのがフローライトの特徴になります。パープルフローライト、約縦 12.1mm、 横が 10.1mm サイズ、5.74キャラット、2800円で1ピース限定。サイズ感申し分ないぐらいのねサイズ感です。そして35番はイエローカラーのフローライト、可愛いですね。約縦 11.3mm、 横が 9.3mm サイズ、4.44キャラット、2200円で1ピース限定。この子が35番。そして36番はグリーンカラーのフローライトなんですが、このねフローライトはグリーンがね濃いんです。深いグリーンのね、グリーンフローライトになります。約縦 14mm、 横が 10.1mm サイズ、 6.47キャラット、2980円で1ピース限定。かっこいい感じですね。はい、続いて、37番ですね。37番の宝石ご紹介しましょう。37番はスフェーン、ご紹介したいと思います。これね品質がすごいいいんですよ。わかりますか、伝わってますかね、この品質の良さ。約縦が 4.8mm、 横が 4.3mm サイズ、 0.51キャラットのグリーンカラーの、ね、スフェーンになります。2300円で1ピース限定。この子が37番。そして38番はサイズがもう少し大きくなって、この子もね品質すごいんですよ。イエローですね、イエローカラーの、すいません、カミカミで申し訳ないです。イエローカラーの品質のいいスフェーン、約縦 6mm、 横が 5.2mm サイズ、 0.92キャラット、キラッキラですよ。2980円で1ピース限定。この子が38番のスフェーン。そして39番はこれは、まあ、コレクターストーンと言ってもいいかな。はい、ピンクダイヤスポアですね。約縦 5.7mm、横が 5.4mm サイズ、 0.75キャラット、4500円で1ピース限定。可愛いカラーと希少性両方楽しめちゃうよというのがね、この、ピンクダイヤスポアの、魅力じゃないでしょうか。まだ、ピンクダイヤスポアねご紹介させてください。40番ピンクダイヤスポは、大きいですね。約縦 7.5mm、 横が 4.7mm サイズ、 0.91キャラット、綺麗すぎますね。4980円で1ピース限定。この子が40番の、ピンクダイヤスポアになります。はい、ここまでで、40番ですね、までご紹介させていただきました。40番なのであと110席で、ありますが、まだまだね掘り出し物たくさんあるので、ぜひ最後まで、楽しんでください。続いて41番いきましょう。41番もね、ピンクダイヤスパーご紹介させていただくんですけど、これね形がすごく面白いんですよ。珍しい形ですね。で、品質もいいですね。約縦 6.8mm、 横が 9.0mm サイズ、 1.05キャラット、5980円で1ピース限定。この子が41番のピンクダイヤスポア。そして続いて42番いきましょう。42番はこれすごいですよ。めっちゃめちゃ綺麗なラフカットオパール、約縦 9.3mm、 横が 7.2mm サイズ、縦が 9.3mm サイズ、横が 7.2mm サイズです。すいません、2回言っちゃいました。1.49キャラット、有色効果がね抜群に綺麗です。1980円で1ピース限定。そして43番はこちら。43番はアンブリゴナイトモンテブラサイト、四角いカットですね。メロンカラーが可愛い、約縦横 3.9mm サイズ、 0.32キャラットのアンブリゴナイトモンテブラサイト、2800円で1ピース限定。この子が43番。すいません、途中にねアンブリゴナイトモンテブラサイトを挟んじゃったんですが、実はまだラフカットオパールあります。はい、44番ラフカットオパール、縦が 10.2mm、 横が 8.7mm サイズ、1.78キャラット、ちょっとねライト出すともっとこう優勝効果ね強く見えるんじゃないでしょうか。はい、44番ラフカットオパール、2200円で1ピース限定。そして、45番ですね。45番、同じくラフカットオパールですけど、この子もすごいですよ。めっちゃめちゃ綺麗。約縦が 10.6mm、 横が 9.0mm サイズ、1.60キャラット、
綺麗ですね。どっから見ても綺麗です。2200円で1ピース限定。この子が45番。そして46番。すいません。またちょっと飛びますが、アンプリゴナイトモンテブラサイトですね。こちらもう一席ですね。ご紹介させていただきます。アンブリゴナイトモンテブラサイト、ラウンドカットの、アンブリゴナイトモンテブラサイト。この子もね、グリーンカラーの、宝石になります。綺麗ですね。はい。約縦横 4.0 ミリサイズ 0.23 キャラット。2200円で1ピース限定。輝きすごいですね。はい。続いてが47番。あ、47番ね、これ、2.7 キャラットのゾイサイトなんですけど、めちゃめちゃ綺麗ですよ。はい。47番のゾイサイト、でかって感じですね。はい。約縦が 10.9 ミリ、横が 7.2 ミリサイズ、2.70 キャラット。これちょっとね、インクルージョンあるんですが、まあ、インクルージョンがあるからこそ、この金額で出せますという感じです。これは超チャンスです。1万円で1ピース限定。めちゃめちゃ綺麗ですよ。1万円で1ピース限定。そして48番。48番は今度は5キャラットの宝石ご紹介しましょう。5キャラットのゴッシェナイトって見たことありますかってことで、めっちゃめちゃ大きくて綺麗です。約縦14ミリ、横が10ミリサイズ、5.69 キャラット。綺麗ですね。はい。この5キャラットから放たれる輝き、独り占めしてください。5680円で1ピース限定。この子が48番。そして続いて49番。これは珍しいカラーですよ。49番はピンクカラーのベリルになります。珍しいですね。ピンクベリルは約 3.3 ミリサイズ 0.17 キャラットのピンクベリル、4500円で1ピース限定。ちょっとこうミルキーな感じもいいですね。希少カラーピンクベリル49番。そして50番。50番はこれはね、品質の良さを皆さん見てってください。って言っちゃいましたが、綺麗ですね。高品質のマリガーネット。約 3.6 ミリサイズ、0.24 キャラット。キラッキラです。2200円で1ピース限定。はい。50番ですね。50番まで、今ご紹介をさせていただきました。はい。そしたら続いて51番いきましょう。51番は、この宝石ご紹介しましょう。51番は、グランディ・ディエライトをご紹介したいと思います。グランディ・ディエライト。ちょっとね、こう、わかりますか？キラッとしてくれる。インクルージョンがキラッとしてくれる。これがね、めちゃめちゃ綺麗なんです。はい。51番はグランディ・ディエライト。約縦 7.9 ミリ、横が 5.1 ミリサイズ、0.81 キャラット。これは綺麗ですよ。なんと2500円で1ピース限定。これチャンスです。はい。51番グランディ・ディエライト。こっからちょっとね、グランディ・ディエライト続きます。続いて52番はグランディディエライトの中でもティールカラーのグランディディエライトをご紹介しましょう。さらに品質すごくいいのでこれもチャンスになります。はい。ティールカラーグランディディエライト、約縦 2.8 ミリ、横が 2.3 ミリサイズ 0.06 キャラット。この品質のグランディディエライトがなんと1980円で登場ですということで、この子がね、52番。そして53番、この子もね、品質すごいですよ。いやー、これ見てください。裏から見てもこの透明感なので、表向くとこの透明感めっちゃ綺麗。はい。約 3.1 ミリサイズの、グランディディエライト、品質素晴らしいです。インクルージョンありますが、この品質です。はい。0.10 キャラットの、53番のグランディディエライトがなんと2500円で1ピース限定。はい。そしたら、ここからね、54番いきますが、54番からね、57番までガーデンクォーツね、ご紹介させていただくんですけど、今回のね、ガーデンクォーツはちょっと今からね、お見せするんですけど、まず品質いいです。はい。品質がいいガーデンクォーツで、で、さらにですね、今回、ガーデンクォーツ、なんと、ちょっと待ってください。暗くさせてもらって、ちょっとね、待ってくださいね。ブラックライトをね、照射してあげると、実は、
わかるかな、ちょっとやりましょう。おー、めっちゃめちゃ綺麗。蛍光しちゃうんですよというね。ガーデンクォーツ、かっこ蛍光って感じでね、ご紹介させてください。インクルージョンがね、ブラックライト当てると、こんな感じで蛍光してくれる、蛍光性があるね、ガーデンクォーツご紹介しましょう。約18ミリサイズ、23キャラットある、ガーデンクォーツ、7980円で1ピース限定になります。このままちょっとね、暗いまま、ご紹介させてください。続いて、55番ですね。55番のガーデンクォーツご紹介するんですけど、この子もですね、こんな感じでブラックライトを照射してあげると、あー綺麗ですね。幻想的な蛍光を楽しむことができます。わかりますかね、蛍光してんの。はい。約縦が、この子大きいですよ、22ミリ、横が17ミリサイズ、34キャラットの蛍光ガーデンクォーツ、この子が1万円で1ピース限定になります。はい。続いて56番もガーデンクォーツ、この子もね、蛍光性がありますが、この子大きいですよ。ちょっと映りきるかな。ちょっと明るいところでね、撮った写真に関しては、ショップページのね、商品ページに掲載させていただいているのでね、そちら、ご参考いただきたいと思いますが、この子もね、蛍光がわかるかな、ちょっとわかりづらいかな、ちょっとライトが反射しちゃってね、わかりづらいかもしれませんが、わかるかな、こんな感じで蛍光してくれるんです。わかるかな。はい。この子がね、56番のガーデンクォーツ、40キャラットあります。12000円で1ピース限定。そしてこの子が57番のガーデンクォーツ、この子も蛍光性がありますが、よいしょ、ちょっと待ってください。わかるかな。あ、わかりますね。しっかり蛍光してくれるガーデンクォーツ、すごい神秘的じゃないですか。はい。約縦22ミリ、横が20ミリサイズ、44キャラと、13000円で1ピース限定になります。はい。そして、続いて58番行きましょうかね。58番はちょっとね、ライト明るくさせていただきますが、ちょっとだけお待ちください。はい。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい。ということで、明るくさせてもらいましたが、続いて58番は、今度はちょっと可愛い宝石ね、ご紹介してみましょうかね。58番はメキシコパール、メキオパールなんていう風に言われますが、はい、メキシコパール、58番ですね。約縦 9.4mm、 横が 7.3mm サイズ、1.73 キャラットのメキシコパール、品質いいですよ。1980円で1ピース限定。そして59番はメキシコパールの中でも燃えるレッドカラーの、メキシコオパール、ファイヤーオパール、綺麗ですね。はい。石底からこうね、湧き上がる輝きを楽しんでください。ファイヤーオパール 10.1mm×8.1mm サイズ、 1.78 キャラットのファイヤーオパール、3500円で1ピース限定。この子が59番。そして続いてが60番。あ、この子はね、インクルージョンもちょっと綺麗なのでね、見てください。はい。品質いいんですよ。はい。60番は品質のいいタンザナイトになります。わかりますかね？ちょっとこう、インクルージョンがシャシャシャってなってて、こう、流れ星がね、こう流れてるように見えるのが右の方ですね。わかりますかね？約縦 7.9mm、横が 5.7mm サイズ、1.38 キャラットの綺麗なタンザナイト、7980円で1ピース限定。この子が60番。はい。ということでね、ここまでで60番まで、ご紹介をさせていただきました。皆さんどうですかね、お気に入りの宝石見つかりましたかね。全部ね、やっぱ選んで、手に取りたいなっていうね、宝石をメインで、セレクトさせていただいているので、まあ、そんなところもね、ぜひ皆さん楽しんでいってください。続いて61番、61番はカボションカットのね、タンザナイトになります。いいカラーですね。約縦 12mm、 横が 8mm サイズ、 5.05 キャラット、61番タンザナイト、2500円で1ピース限定。ここからちょっとタンザナイトね、続きますが、続いてが62番はこんな子を連れてきたよということで、よいしょ。この子もね、サイズしっかりあって、透明感バッチリですね。約縦 11.9mm、 横が 9.8 ミリサイズ、 6.1 キャラットの大きいタンザナイト、2800円で1ピース限定。黒背景だとこんな感じです。インクルージョンがね、ほんと神秘的ですね。はい。62番タンザナイト、2800円で1ピース限定。
そして63番、63番はちょっとドンと大きくなりますが、すごくないですか。黒背景、白背景、こんな感じ。雫型のね、タンザナイト。約縦が 12.3 ミリ。横が 8.7 ミリサイズ。13.27 キャラット。めっちゃめちゃ綺麗です。インクルージョンがむしろ合ってくれていいですね。この神秘的な、幻想的な世界を楽しませてくれます。5980円で1ピース限定。この子が63番のタンザナイト。続いては青の次はね、赤いきましょうということで、これも人気高いんじゃないかな。レッドアンデシン、品質いいです。約縦横 6.9 ミリサイズとサイズバッチリあります。 1.16 キャラット64番、レッドアンデシン、品質重視のね、アンデシン欲しかった方に強くおすすめします。9500円で1ピース限定。そして続いて65番、65番はね、さらに大きくなって、さらに赤みも強くなるレッドアンデシン。めっちゃめちゃ品質いいですよ。約 7.8 ミリサイズのレッドアンデシン。1.43 キャラット。綺麗ですね。13000円で1ピース限定。これは綺麗ですよ。はい、65番のレッドアンデシン。そして、66番。66番は、ラリマーご紹介させていただくんですけど、形がなんか面白くないですか？ちょっとね、光を落としましょうか。はい、ラリマ、ちょっとハートのちょっと変形カットみたいな感じかな。はい、約縦 13mm、 横 17mm サイズ、 10.34 キャラットのビッグサイズの可愛いラリマご紹介です。こんな感じね。裏面ちょっとね、欠けてるとこあるんですけど、ちょっと待ってください。ここちょっとだけね、ここ欠けてますが、なかなか面白い形のね、ラリマーになるんじゃないかなと思います。はい、2500円で1ピース限定。この子が66番。そして67番もラリマーなんですけど、今度はね、これも珍しい八角形のラリマーご紹介したいんですけど、なかなか珍しくないですかね。はい、約縦横 17.4 ミリサイズ、面白いですね。はい、15キャラットあるラリマー括弧八角形、3580円で1ピース限定。まあ、この宝石はね、なかなか、まあ、カットかな、カットが珍しいので、ぜひ、気に入った方はね、手に取ってみてください。そして続いて68番、68番はカボションカットのダンビュライト。ちょっと虹色のね、インクルージョンも見えますが、綺麗ですね。はい、約、縦が 12.1 ミリ、横が 9.9 ミリサイズ、4.54 キャラット。まあ、カボションカットのダンビュライトって意外と珍しいかもしれませんね。1000円で1ピース限定、4.5 キャラットあるダンビュライト。そして続いて69番、69番はね、これは希少カラーですよ。何この宝石って感じだと思うんですけど、はい、実は69番は希少カラーのアパタイトになります。約縦 8mm、 横が 5.9 ミリサイズ、 1.19 キャラット。これはいいですね。めちゃめちゃ珍しいカラー。6980円で1ピース限定。で、この子ね、ブラックライト当ててあげると、蛍光もしてくれるので、まあ、蛍光性も楽しみつつ、まあ、カラーもね、ぜひ楽しんでみてください。そして続いて70番、同じく希少カラーのね、アパタイト。このカラーも珍しくないですか。かっこいいですね。で、輝きも素晴らしい。約縦 7.3 ミリ、横が 6.4 ミリサイズ、 1.52 キャラットの希少カラーアパタイト。この子もね、ブラックライト照射してあげると蛍光性がある、アパタイトになります。これは人気高いでしょう。8980円で1ピース限定。この子が70番。はい、ということで70番までね、ご紹介させていただきました。さあ、続いて71番はエメラルドね、ご紹介していきましょうか。今回のエメラルド、これもね、かなりチャンスと言ってもいいんじゃないかなと思いますが、71番のエメラルド、まずはこの子からちょっと紹介してみようかな。はい、71番のエメラルド、グリーン強いですね。はい、約縦 6.8mm、 横が 4.9mm サイズ、 0.61 キャラット、2200円で1ピース限定。71番のエメラルド。続いて72番、72番のエメラルドはこちら。この子ね、透明感すごいですね。約縦 7.4mm、 横が 4.9mm サイズ、 0.65 キャラットのエメラルド、2980円で1ピース限定。いいカラーと透明度ですね。はい、72番、エメラルド。そして続いて73番、73番はこの子も綺麗ですよ。ちょっと皆さん見てってください。
続いてこちらすごい透明度じゃないですか。はい、裏面こんな感じ、ファセットがあって表面がねこんな感じ、ペタンとしてる感じかな。はい、約縦 9.4mm、 横が 4.9 ミリサイズ、0.95 キャラットの透明度素晴らしいエメラルド、3980円で1ピース限定。黒背景たまらないですね。はい、73番エメラルド。そしてエメラルドとしてはラスト74番のエメラルドもね、これめっちゃめちゃ綺麗なんです。はい、約縦 8.8mm、 横が 4.3 ミリサイズ、 0.69 キャラットカラーの深さと、そして透明度と輝きが本当に素晴らしいエメラルド、4500円で1ピース限定。これはいいエメラルドですね。はい、74番のエメラルド、4500円で1ピース限定。そして75番は結晶入りのベリル、これもね選んでご購入したい方かなり多い宝石じゃないかなと思います。はい、結晶入りベリル、約縦 9.3mm、 横が 6.5 ミリサイズ、 1.63 キャラット1980円で1ピース限定。この子が75番の結晶入りのベリルになります。はい、そしたら、76番ですが、76番から、80番まではギラライトインクオーツご紹介しましょう。これもねなかなか珍しい宝石なので、で選んでねご購入したい方多い宝石じゃないかなと思うんですけど、クオーツの中にこのね青い結晶がギラライトっていう結晶なんですけど、はい、クオーツの中にギラライトが、共存してるよっていうね宝石になります。はい、76番はギラライトインクオーツですね。可愛くないですか。はい、約縦 9.8mm、 横が 7.7 ミリサイズ、 1.86 キャラットの、ギラライトインクオーツ。このねギラライトがちょっとクラゲみたいに見えることからメデューサクオーツっていう、ね、名前で、流通されることがあります。はい、76番ギラライトインクオーツ、4500円で1ピース限定。この子が76番。そして77番は同じくギラライトインクオーツ、お好きなギラライトインクオーツ探してってください。約縦 10mm、 横が 7.9 ミリサイズ、 2.43 キャラット5980円で1ピース限定。この子が77番。そして78番のギラライトインクオーツはこんな感じ、まあそれぞれね、まあ、ギラライトインクオーツのギラライトの入り方が全然違うので、お好きな子をねぜひ見つけてってください。約縦 8.6mm、 横が 8.9 ミリサイズ、 2.27 キャラットギラライトインクオーツになります。5500円で1ピース限定になります。ちょっとこう見る角度変えるとまた楽しみ方がね変わるんじゃないかなと思います。はい、78番ギラライトインクオーツ、5500円で1ピース限定。そしてですね、79番はこんな子をご用意しました。可愛いですねこの子も。はい、約縦 10.7mm、 横が 7.8 ミリサイズ、 2.29 キャラットのギラライトインクオーツ、5800円で1ピース限定。神秘的ですね。はい、続いて80番のギラライトインクオーツはこれでラストになってしまいますが、この子も可愛いですよ。なんかこう卵感が可愛いですね。はい、約縦が 9.6mm、 横が 7.7 ミリサイズ、 2.69 キャラットのギラライトインクオーツ、5980円で1ピース限定。この子がね80番のギラライトインクオーツ、この宝石もですね本当あのタイミングでね手に入る宝石なので、ぜひね気になる方、ゲットしてみてください。そうしましたら続いて80番でいきましょうか。81番、ご紹介していきたいと思いますが、ここからオパール続きます。オパールはやっぱりね人気高いですね。一点物でやるとまたね皆さん喜んでいただけるので、オパールご紹介したいと思います。約縦が 7mm、 横が 5.1 ミリサイズ、 0.69 キャラット。この子が81番のオパール、1000円で1ピース限定。これは人気高いでしょうね。これ高いでしょうねって言っちゃいましたが、これはね人気高いと思います。綺麗ですもん、ほんと綺麗です。続いて82番、これも人気高いでしょうね。ということで綺麗ですね。はい、地のカラーこんな感じ、ちょっとオレンジ味を感じますかね。有色効果バッチリです。はい、約縦 10mm、 横が 7.0 ミリサイズ、 0.84 キャラットの82番オパール、1500円で1ピース限定。まだ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 オパールいきますよ。続いて83番、これね
面白いです。カラーのね、色づき方がすごく可愛いので、ちょっと白背景で見てみましょうかね。こんな感じで、ちょっとバイカラーみたいになってて、トロピカルな感じで、黒背景に移動をするとどんな優勝効果が見えるかというと、こんな感じです。めっちゃめちゃ綺麗な虹色。はい、ということで、83番のオパール。約縦10ミリ、横が 6.6 ミリサイズ、1.07 キャラット。1650円で1ピース限定。ちょっと貯めちゃいましたね。1650円で1ピース限定。そして84番、この子も綺麗でしょ。なんか宇宙オーロラかな、オーロラを見てるようなね、輝き。84番オパール、約縦が 10.3mm、 横が 7.1mm サイズ、 1.39キャラット、1980円で1ピース限定。今ね、4つほど、オパールご紹介させていただきましたが、すべてね、エチオピア産のオパールになります。続いて85番のオパールね、この子も大きくてね、めちゃめちゃ綺麗です。はい。85番のオパール、はい。約縦が 11.7 ミリ、横が 9.8 ミリサイズ、2.83 キャラット。見てください、この赤い夕食もね、綺麗じゃないですか。はい、3980円で1ピース限定。この子が85番、まだオパール続きます。次が86番のオパール、うおーって言っちゃいましたね。これね、思わずね、声が出ちゃうんですよね。はい、綺麗ですね、ほんと綺麗。はい、約縦が 9.6mm、 横が 7.9mm サイズ。あ、こっちもいいですね。はい、1.20 キャラットの86番のエチオピア産のオパール、1500円で1ピース限定。またね、オパール限定のね、オパールだけの配信、またいつかやれる日が来るといいなと思ってますが、その時はね、またぜひ、告知しますので、その時はね、皆さん集まってください。ということで、87番のオパール、約縦 10.6mm、 横が 8.1mm サイズ、 1.74 キャラット、綺麗ですね。金額言ってないですね。2200円で1ピース限定。そして88番はこんな感じ。地のカラーがね、ミルキーな感じで可愛いです。約縦 11.4mm、 横が 8.4mm サイズ、 1.73 キャラット、2200円で1ピース限定。この子が88番。そして89番はこちら、大きいですね。はい、約縦 12.7mm、 横が 8.5mm サイズ、綺麗ですね。この子もちょっとこう角度によってね、見える表情が全然違うんですよね。光の当て方もそうですしね。はい、8.5mm サイズ、 2.30 キャラット、綺麗です。はい、2800円で1ピース限定。そして、90番ですね。90番ご紹介しましょう。今の子か、ごめんなさい、89番ですね。そして90番のオパールはこちら、はい、約縦が 13.6mm、 横が 9.4mm、 2.35 キャラットのオパール。ここシャッターチャンスです。はい、2800円で1ピース限定。はい、そしたら続いて91番いきましょうかね。91番はね、これ結構珍しいかな、この宝石で、まあ、こういうカラーもあるんだっていう風にね、思う、そんな宝石なんですけど、まだ多分ね、このカラーの、この宝石見たことないっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。91番は実はね、これもね、ダンビュライトなんですよ。イエローカラーのダンビュライト、約縦 6.9mm、 横が 4.9mm サイズ、 0.63 キャラット。なかなかね、珍しいカラーですよね、イエローダンビュライト。2500円で1ピース限定。まあこれもね、なかなか手に入らないので、ぜひ気になる方ゲットしてみてください。そして92番はこちら、イエローダンビュライト、約縦 6.8mm、 横が 5.0mm サイズ、 0.64 キャラット。輝きもね、しっかりあります。2500円で1ピース限定。そして93番、同じくイエローダンビュライト、ちょっとサイズ大きくなります。カラーもね、ちょっと可愛い感じのカラーになります。約縦 7.7mm、 横が 5.6mm サイズ、 0.72 キャラット。2800円で1ピース限定。この子が、93番ですね。そして94番もイエローダンビュライト。今度はですね、マーキースカットのイエローダンビュライトをご紹介。
綺麗ですね。輝きもすっきりとしたね、輝きだけどしっかり輝きあります。でカラーも可愛いって感じで、約縦 9.1 ミリ横が 5.0 ミリサイズ、 0.76 キャラット、2980円で1ピース限定。そして95番はイエローダンビュライトとしてはラスト、約縦が 7.0 ミリ、横が 4.9 ミリサイズ、 0.83 キャラットのイエローダンビュライト、インクルージョンもなんか神秘的ですね。3200円で1ピース限定。この子が95番。そして96番、ああこれはチャンスですよ。こんなに大きいパライバがこんな金額で出ちゃうんだって感じでご紹介しましょう。大粒です。 0.86 キャラットのアフリカ産のねパライバトルマリン、裏面から見るとちょっとこう虹色のね輝きも見えつつ、サイズもこのボリューム感、約縦 6.1mm 横が 5.0mm サイズ、 0.86 キャラットの大粒のパライバトルマリン、1万5000円で1ピース限定。このサイズ感ですからね。96番パライバトルマリン、アフリカ産です。そして97番もパライバなんですけど、この子はさらに大きくなって、約縦 9.3 ミリでさえもうほぼビッグストーンと言ってもいいサイズですね、横が 4.9 ミリサイズ、 1.00 キャラット。97番、パライバトルマリン、この子もアフリカ産、この子も超チャンス価格です。19,800 円で1ピース限定。まあこれぞね、まああの在庫大放出配信って感じのね価格帯になってますが、なかなかねこういう時しかね出せない、宝石になってます。そして続いて98番、ここからちょっとサファイア続きます。まあサファイアはねいろんなカラーあるので、まあ、好きなカラーをねぜひ見つけてってください。98番サファイア、約縦 4.9 ミリ横が 3.8 ミリサイズ、 0.53 キャラットの、イエローカラーのねサファイアになります。3500円で1ピース限定。この子が98番。そして99番は、あこの子もね輝きがすごいです。クリーンさもすごいんでちょっと見てください。めっちゃめちゃ綺麗じゃないですか。カラーもなんか神秘的ですね。約縦 5.2 ミリ横が 4.3 ミリサイズ、 0.60 キャラット。輝きはいいですね。輝きはじゃないです、輝きもいいですね。ほんと綺麗な輝きです。3980円で1ピース限定。99番のサファイア。そして記念すべきと言ってあれなんですが、100番、はい、100番のサファイアご紹介しましょう。100番はこの子もねカラーが可愛いですね。約縦 5.1 ミリ横が 4.6 ミリサイズ、 0.61 キャラと、今回ご紹介させていただいているサファイア品質すごくいいので輝きとても強いです。とても噛んでますか、とても強いです。はい、3980円で1ピース限定。この子が100番のサファイアになります。はい、そして101番もですね、サファイアご紹介させていただきたいと思うんですけど、101番はちょっとだけお待ちください。お待ちくださいもね噛むようになっちゃいました。はい、少しだけ、お待ちください。ちょっと待ってくださいね。はい、お待たせしました。101番のサファイア、あこの子も綺麗。約縦 5.1 ミリ横が 4.1 ミリサイズ、 0.53 キャラット。カッティングも綺麗ですね。輝きもだからすごく綺麗です。3500円で1ピース限定。この子が101番。あとサファイア2席あります。続いて102番。102番は雫型。はい、約縦 6.0 ミリ横が 4.5 ミリ。失礼しました。6×4.5 ミリ、 0.61 キャラット。上品なね輝きしてますね。3980円で1ピース限定。そして103番、これも人気高いと思います。103番はピンクサファイアになるんですけども、言っちゃいました、ピンクサファイアになります。めっちゃ綺麗じゃないですか。約縦 4mm 横 3mm サイズ、ペアシェイプカット、 0.14 キャラット。1800円で1ピース限定。これも超チャンスです。はい、 0.14 キャラットのピンクサファイア、この子103番です。そして104番はラブちゃんいきましょう。ラブちゃんというと、そうラブラドライトのことを言ってます。はい、ラブラドライトご紹介です。はい、カッティングがされてるね、ラブラドライトってなかなか珍しいんじゃないかなと思います。はい、約縦 12mm 横が 10mm サイズ、 4.2 キャラットあるラブラドライト。まあラブラドライトはこの白のね、
出方も全然ね一つ一つ違うので、ちょっと皆さん見比べてみてください。104番ラブラドライト1350円で1ピース限定。そして105番はこの子もね大きいですよ。ちょっと出てきてねってことで、あー綺麗、はい、あー綺麗って言っちゃいました、綺麗です。はい、約縦 14mm 横が 10mm サイズ 7.1 キャラットのラブラドライト、綺麗ですね。シラー効果がめちゃめちゃ綺麗です。はい、1980円で1ピース限定。この子が105番。そして106番、ペアシェイプカット。おー、この子も綺麗。ちょっとわかりますか、こっちに傾けた時に左上の方がキラッとしてますね。綺麗ですね。約縦 14.2mm 横が 10.2mm サイズ 4.6 キャラットラブラドライト1350円で1ピース限定。続いて107番はこちらになります。この子もねラブラドライトなんですけど、キラッキラに輝いてくれます。はい、わかりますか、約縦 11.9mm 横が 11.8mm サイズ、ここ見てください、ここです。めっちゃめちゃ綺麗でしょこの子。はい、7.15 キャラット、ラブラドライト、これはね人気高いと思いますよ。めっちゃめちゃ綺麗です。2500円で1ピース限定。この子が107番のラブラドライト。続いて、108番ですね。108番はバイカラーのねトルマリン、ご紹介したいと思いますけど、この子もね超綺麗ですよ。インクルージョン虹色に輝いてます。バイカラートルマリン、ちょっと光を明るくしましょうか。はい、108番のバイカラートルマリンご紹介しましょう。約縦 10.7mm 横が 7.8mm サイズ 2.75 キャラットのサイズが大きいバイカラートルマリンですね。可愛くないですか。カラーもねなんかこうトロピカルな感じで可愛いですね。6980円で1ピース限定。インクルージョンあるんですけど、この輝きたまらないですよ。カラーもめちゃめちゃ可愛いんです。はい、108番はバイカラーのトルマリン6980円で1ピース限定。そして109番は希少石来ました。このサイズのベニトアイトが登場です。はい、大きくないですか。ベニトアイトでこのサイズはさぞかし高くなるんじゃないかなと思う方いらっしゃると思うんですが、まあ、今回はね年度末の特別配信ということでこの金額で出ちゃいますということで、縦が 2.9mm 横が 2.8mm サイズ 0.15 キャラット、ベニトアイトとしてはかなりサイズ大きいです。なんと 12,000 円で1ピース限定。これは超チャンス価格になってます。そして、110番はこれ1名限定の、ブルー宝石の極み2石というねイベント作ってみました。これ1名様だけ限定のイベントになりますが、はい、まず1石目がタトゥー鉱山さんの超レアなアクアマリンが1石入ります。はい、約縦横 3.4mm サイズ 0.13 キャラット、これはね超希少な、鉱山の、タトゥー鉱山さんのアクアマリン、カラーが濃いでしょう。でみずみずしい輝きを楽しめます。はい、まず1石目タトゥー鉱山さんのアクアマリンが入るよ。そして2石目はこちらのめっちゃめちゃ品質のいいこの宝石、すいません溜めましたが、めっちゃカラー濃い、そして透明度輝き素晴らしいアウイナイトが入っちゃいますよということで、すごい2石が入りました。はい、アウイナイト略縦が 2.7mm 横が 2.0mm サイズ 0.04 キャラットの、アウイナイトになります。はい、この、2石がですね入って1名様限定 19,800 円で1名様限定。110番は1名限定のブルー宝石の極み2石、ご紹介を、させていただきました。そしたらもうね110番まで来ちゃいましたね。残すとこ40席、ご紹介をさせていただきたいと思います。続いて111番はこちら、これもねまた面白いですね。はい、なかなかご紹介できない特殊カットのこれ実はねプレナイトになります。はい、カッティングわかりますか、こんな感じちょっと湾曲してるんですけど、はい、約縦 11.5mm 横が 10.0mm サイズ 4.05 キャラットの特殊カットのプレナイト1500円で1ピース限定。ここからちょっとプレナイトね続いていきますが、今回カットにねご注目ください。
続いてはですね、112番のね、プレナイトをご紹介させてください。約縦 7.2 ミリ、横が 7.1 ミリサイズ、1.53 キャラット、1500円で1ピース限定。まあ、カットされてるね、ファセットがある、プレナイトってなかなか珍しいんじゃないかなと思います。そして続いて113番は、こちら、カボションカットのプレナイト。約10ミリサイズ、4.71 キャラット。サイズ大きめです。はい。113番プレナイト。裏面こんな感じ、ちょっと、ね、インクルージョンも面白いですね。1500円で1ピース限定。この子は113番。続いて114番。これもね、なかなか面白いカットなので、ぜひゲットしちゃってくださいということで。これね、何カットって言ったらいいんですかね。面白いカットです。はい。約縦が 14.2 ミリ、横が 9.8 ミリサイズ、5.44 キャラットの面白いカットのプレナイト。これはちょっとね、口では表現できないんですが、皆さんちょっと目でね、確認してください。はい。大きいです。1800円で1ピース限定。この子が114番のプレナイト。そして115番は、これは人気高いと思います。お花のカットのプレナイト、すごくないですか。はい。約縦が 14.7 ミリ、横が 14.6 ミリサイズ、8.4 キャラットのお花カットのプレナイトになります。2680円で1ピース限定。ちょっとこれね、人気高いと思うので、もう一席、ご紹介させていただくんですけど、もう少しねサイズが大きくなって登場してくれるお花の、カットのプレナイト。約縦 15.4 ミリ、横が 15.2 ミリサイズ、9.2 キャラットあります。2980円で1ピース限定。そして117番は、今度はキャッツアイ効果を楽しんでねっていうね、ルチルクォーツのキャッツアイになります。ルチルクォーツキャッツアイご紹介です。バッチリキャッツアイ出てますね。はい。117番です。117番ルチルクォーツキャッツアイ。約縦 8.4mm、 横が 7.5mm サイズ、 2.08 キャラット、すごいですね。2200円で1ピース限定。しっかりキャッツ出てます。はい。117番はルチルクォーツキャッツアイ。ここからですね、あと3席ですね、ルチルクォーツキャッツアイご紹介させてください。続いてがこちら、まん丸のカットです。118番ルチルクォーツキャッツアイ。約 7.5 ミリサイズ、 2.29 キャラットのルチルクォーツキャッツアイ。透明感すごいですね。2500円で1ピース限定。119番いきましょう。119番もルチルクォーツキャッツアイ。こちら、この子もね、しっかりルチルクォーツが入っていて、そして透明度も高くて、キャッツアイもしっかり出てます。約 7.3 ミリサイズ、 2.00 キャラット、2500円で1ピース限定。そして120番はサイズがさらに大きくなります。おお、大きいですね。はい。約縦横が 10.3 ミリサイズ、 5.67 キャラット。サイズバッチリで、これだけしっかりね、キャッツアイ効果が出てくれます。5500円で1ピース限定。この子が120番のルチルクォーツキャッツアイになります。それではね、終盤戦いきたいと思いますが、121番は可愛いですね。アメトリンご紹介です。約縦 9.9 ミリ、横が 5.1 ミリサイズ、 1.77 キャラットのアメトリンですね。左側がシトリン、右側が、パープルカラーの水晶、アメチストですね。はい。121番はアメトリン。名前も可愛い。1200円で1ピース限定。そして122番。これはね、レアストーンと言ってもいいでしょう。今回この子たちもチャンスです。122番はカラーレスのレアストーン、フェナカイト。約縦が 3.5 ミリ。横が 3.4 ミリサイズ、 0.21 キャラット、2980円で1ピース限定。そして続いてが123番はフェナカイトで、実はトリリアントもご用意してますということで、約縦横 5.2 ミリサイズ、 0.44 キャラットのフェナカイト、5500円で1ピース限定。そして124番は四角いカットですね。大きいですね。約縦 5.0 ミリ、横が 4.9 ミリサイズ、 0.59 キャラット。6980円で1ピース限定。それでは125番いきましょう。これはですね、5名様限定のイベントになるんですけど、
これもチャンスですよということで、ラウンドカットのね、ゾイサイト連れてきました。しかもね、今回結構品質いいです。品質のいいゾイサイトがここにね10席並んでるんですが、最初 3.8 ミリサイズのねゾイサイトになりますが、この中からランダムで2席のゾイサイトをお届けするよというね、これ5名限定のイベントになります。ゾイサイトランダム2席、なんとなんとこの品質で1500円で5名様限定。これもかなりチャンスです。はい。125番はゾイサイトですね。そして126番、126番はこれも希少席登場してくれますが、今回こちらのカラーをねちょっと見てもらいたいです。カラーがね深いでしょう。はい、青いベニトアイトですね。カラーがこれだけねブルー濃いと希少価値高くなりますが、今回はまあ、この配信なのでということで、 1.7 ミリサイズ 0.02 キャラットで6980円、これも超チャンス、ベニトアイト。そして127番はこれも選んでご購入したい方多いんじゃないかなと思います。アズラマラカイト、約縦 18.1mm、 横が 13.1mm サイズ、13キャラット、2200円で1ピース限定。裏面もこんな感じでね模様を楽しめます。アズラマラカイト127番、そして128番もアズラマラカイト。よいしょ。続いてがこちら、約縦 18mm、 横が 13mm サイズ、 10.06キャラット。なんかねこう地球儀をね、眺めてるようにも見えます。まあ、地球を眺めてるように見えますね。はい、地球儀じゃなくて地球です。はい、地球を眺めてるようなアズラマラカイト、2200円で1ピース限定。なんかね Google マップ見てるみたいじゃないですか。面白いですね。はい、2200円で1ピース限定。そして129番、129番もアズラマラカイト。こんな感じね、それぞれね個性ありますね。約縦 17.9mm、 横が 13.2mm サイズ、11.75キャラット、2200円で1ピース限定。全て2200円でねご紹介させていただいてます。続いて、130番いきましょう。130番もアズラマラカイト、約縦が 18.0mm、 横が 12.9mm サイズ、 11.83 キャラットのアズラマラカイト、2200円で1ピース限定。はい、ここまででね130番までね宝石ご紹介させていただきました。残り、20席となりましたが、最後までねすごい宝石たち登場するので、ぜひね最後皆さん楽しんでいってください。そしたら131番いきましょうかね。はい、131番はこれもね人気が高い石になりますが、よいしょ、アイオライト、大きめです。約縦 6.6mm、 横も 6.6mm サイズ、 1.51 キャラットの綺麗なねアイオライト、1200円で1ピース限定でご紹介です。131番はアイオライト。ここからアイオライトねちょっと続きますが、ご紹介させてください。132番はもっとね今度カラーが濃くなります。はい、約縦 10.1mm、 横が 7.0mm サイズ、 1.78 キャラットのアイオライト、1500円で1ピース限定。そして133番はハートのアイオライトもどうですかってことで、透明度素晴らしいです。約縦 9.3mm、 横が 9.2mm サイズ、 1.73キャラット、1500円で1ピース限定。この子が133番。続いてが134番のアイオライト、ご紹介したいと思いますが、スミレ色のね宝石なんていう風に言われる宝石ですけど、本当にねお花のように綺麗なカラーです。約縦 13.9mm、 横が 6.8mm サイズ、 2.14キャラット、ちょっとこうミルキーさもありますね。1980円で1ピース限定。アイオライトとしてはラスト135番、135番は四角いアイオライト、約縦 9.1mm サイズ、横が 9.0mm サイズ、 2.88キャラット、2200円で1ピース限定。この子が135番。そして136番、136番ははいサンストーンですね。大きくてめちゃめちゃ綺麗です。はい、約縦 12.7mm、 横が 10.5mm サイズ、 4.55 キャラットのめっちゃめちゃ綺麗なサンストーンになります。ここを見て、はい、2980円で1ピース限定。サンストーンね綺麗ですよね。やっぱね角度によってねいろんな表情を見せてくれるので、まあ、光の当て方もぜひいろんな角度で当ててみてください。2980円で1ピース限定、136番、サンストーン。そして137番もサンストーン、ご
ご紹介です。ちょっと今度かっこいい感じ、はい、約縦が 14mm 横が 10mm サイズ 4.93 キャラットのビッグサンストン2980円で1ピース限定、この子が137番。そしたら続いてもサンストーンですが、138番ですね、ご紹介しましょう。138番サンストーン、めっちゃめちゃ大きいです。約縦 14mm 横が 9.7 mm サイズ 7.13 キャラットのサンストーンですね。この子も綺麗ですね、4500円で1ピース限定、このサイズ感です、はい、このサイズ感で4500円で1ピース限定でご紹介をさせていただきたいと思います。この子が138番のサンストーン。そして続いて139番、あ、これもね人気高いと思います、はい、コレクターストーンと言ってもいいかもしれませんね。よいしょ。続いてバイカラーのアンデシン、約縦 9.8mm 横が 7.7 mm サイズ、しかもローズカットです、はい、2.11 キャラット、レッドとブルーが見えますかね、はい、1980円で1ピース限定、これも超チャンスですね。そして140番もバイカラーアンデシン、140番はこんな感じ、わかりますかね、レッドとブルーが見えますかね。約縦 9.0mm 横が 7.7 mm サイズ 1.29 キャラット1500円で1ピース限定、はい、ここまででね140番までねご紹介させていただきました。残すとこあと10席となりますので、ラスト10席皆さん楽しんでいってください。続いてが141番、これはですね、一点物ではなくて、サービスイベントになります。ちょっと訳ありのモンタナサファイア、ご紹介したいと思うんですけど、前回の配信ですかね、モンタナサファイア、一点物でご紹介させていただきましたが、今回11名様限定の少し訳ありのモンタナサファイア、前回ご紹介させていただいたモンタナサファイアより少しねインクルージョンが多めです、はい、というところと、あとは今回はちょっと選べませんよというところで超サービス価格でご紹介させてください。141番、少し訳ありのモンタナサファイアランダム一席、なんとなんと金額がモンタナサファイアが5500円で11名様限定、これはほんと早い者勝ち。141番は少し訳ありのモンタナサファイア。そして142番はこれもね好きな方多い宝石じゃないかな、で選びたいですよね、この宝石は。ビッグサイズのルチルインペリドット、なかなか品質いいです、ルチルバッチリ入ってます。約縦 9.1mm 横が 8.9 ミリ サイズ 3.55 キャラットの142番、ルチルインペリドットがなんと 15,000 円で1ピース限定。そして143番もルチルインペリドットなんですけど、今度はカッティングがオーバルカットのルチルインペリドット、品質いいですね、かっこいい雰囲気のねルチルインペリドット、約縦 11.1mm 横が 9.4mm サイズ 5.38 キャラット19,800 円で1ピース限定、この子が143番。そして144番、これねめちゃめちゃ大きいです、はい、144番はこれちょっと入りきるかな、どうでしょう、あーギリギリ入らないですね、はい、144番はビッグローズクォーツ、なんと42キャラットあります、はい、25×23、 めっちゃめちゃ大きいです。これもちょっと残り1席だったので超特別価格です、4980円で1ピース限定、これね人気高いと思います。このサイズのローズクォーツなかなか4980円じゃ買えないんじゃないでしょうか。そして145番はこちら、わかるかな、はい、綺麗ですね、はい、アンモライト、ご紹介させてください。約縦 15.2mm 横が 12.5mm サイズ 5.74 キャラットグリーンとイエロー、そしてオレンジ色が楽しめますね、裏面こんな感じ。アンモライト3500円で1ピース限定、このサイズ感で3500円、はい。そして146番はこちら、今度ね赤いアンモライトご紹介です、キラッキラですね、はい、約縦 17.8mm 横が 14.3mm サイズ 6.62 キャラット3500円で1ピース限定。そして147番はこちら
こちらこの子もキラッとね強い輝きを楽しめます。はい、ビッグサイズのアンモライト、約縦 23.9mm、 横が 12.3mm サイズ 10.54キャラット、なんと5800円で1ピス付けて、これもチャンスですね。このサイズで5800円はね、まあこの配信ならではの、まあ、価格帯じゃないでしょうか。そして148番、残すとこ3席となりました。148番もアンモライト、はい、約縦が 26.9mm、 横が 10.3mm サイズ 14.06キャラット、めっちゃめちゃ綺麗なのでおすすめします。このサイズ感で1万円いきません。7800円で1ピース限定、これも早い者勝ちになります。そして149番、149番はパライバトルマリン、ご紹介をさせてください。カボションカットのねパライバトルマリン、カラーの発色綺麗ですね。約縦 4.9mm、 横が 3.7mm サイズ 0.30キャラットのカボションパライバトルマリン、7980円で1ピース限定、サイズバッチリです。はい、149番はパライバトルマリン。そして150番ご紹介させていただきたいと思います。これはラストにふさわしいんじゃないかな。150番は高品質のハートアレキサンドライト、約縦 2.6mm、 横が 3.3mm サイズ 0.10キャラット、品質がとにかくいいです。はい、透明感も素晴らしいですし、まあ、インクルージョンも少ないですし、カットも可愛いし、まあね、アレキサンドライトの品質というとやっぱりねカラーチェンジの強さでしょうということで、ちょっとお見せしていきましょうか。こんなに強いカラーチェンジするんですよ。見てください。いきますよ。このカラーチェンジです。素晴らしい品質の150番はアレキサンドライト 0.10キャラット、 39,800円で1ピース限定。これは強くおすすめしたいですね。150番アレキサンドライト。そしてラスト、こちらご紹介させていただいて、今日の配信はね、全てご紹介となりますが、ラストは35個限定の在庫還元パックというねパック、ご用意をさせていただきました。数少ないで35名様限定、3500円で35個限定。これですね、まあ、リアルタイムでね見てくださってる方に手に取っていただきたいなと思って、宝石の、入る数はこれちょっとね今回あえて中身伏せておきます。何席入るか何が入るかお楽しみですが、金額以上の内容に必ずなってます。はい、3500円で35名様限定なんですが、これですね、リアルタイムで、今ね見ていただいている方に手に取っていただきたいなと思ったので、今回、ショップページのウェブページで見ると一番下に隠してあります。はい、隠してあるので、多分この配信見てる方じゃないと手に取れないんじゃないかなと思います。はい、なので皆さんね、ぜひあのこの、還元パック手に取りたい方は、ショップページの一番下までねスクロールしていただくと一番下に隠してあります。はい、なのでぜひね、35名様限定なので、ちょっとね数少なくて早い者勝ちになりますが、すごい内容になってます。はい、ラスト、在庫還元パック3500円で35名様限定でご紹介させていただきました。ということで、はい、これで以上になりますが、皆さん今回どうでしたかね。はい、たくさんの宝石ねご紹介させていただいたので、まあなかなかね迷ってしまうかもしれませんが、ぜひですね、お気に入りの宝石見つけていただいて手に取っていただけたら嬉しいなと思います。そしたらすいません、ラストになりましたが、宝石プレゼント企画のキーワードをお伝えして終わりたいと思います。今回のキーワードは、そしたら漢字で年度末にしましょう。漢字で年度末にしたいと思います。はい、プレゼント応募フォームはこの動画の概要欄にねご用意させていただいてますので、ぜひたくさんの方から応募いただけると嬉しいなと思います。はい、そしたら今日はねこんなところで終わりましょうかね。またもうね、来月4月の配信になりますが、はい、皆さんねまだまだちょっとね天候も寒くなったり暖かくなったりって感じで、体調もね崩しやすくなりますので、ぜひ皆さんねお体ご自愛いただいて、また来月ね、元気な姿で、一緒に配信お会いできると嬉しいなと思います。はい、そうしましたら今日はこんなところで終わりたいと思います。本日もご視聴いただき本当にありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。さようなら、ありがとうございました。